はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。シュベスターピアノナンバー51ですね。シュベスターは50号51号52号53号54号、それから57号、ね、そして G60 というグランド、それぐらいの種類が あるんですが、今日のお話は51号ということで、このピアノ卸屋さんの倉庫で見つけました。50号と51号2台ね、あって2台とも仕入れたんですが、50号はもうすぐに、ちょっと優しめの音が好きという方のところを入れてきました。で、今回はちょっとはっきりした音でめちゃくちゃ鳴る種でした。ええー、の入ったな言って社員とさっき言ってました。見てください、こちらまた色が綺麗。これね、マホガニ、マホガニの猫足、結構状態綺麗です。こんな感じね、いいでしょう。大体シュベスターってこういうあの艶消しのものも多いんですけどね、このシュベスター、ここにも。で、53号ですけどね、これも入ってきましたが、これですね、51号、523891という製造の。ね、こんな感じ。なんかザーッと。あれ結構綺麗ですね、フェルトこれ。新品かな、なんかね、新品のフェルト貼ってあるようなぐらい綺麗ですね。こんな状態のシュベスターですが、まあ、シュベスターの特徴といえば、赤いぞ松鏡板、この木目の詰まっためちゃくちゃ高級部材、赤いぞ松鏡板を使ってるって、目の詰まったね、これ本当に材料で決まります、ある程度ね、楽器ですからね、ストラディバリウスとかいうね、イタリアの名工が作ったバイオリンもやっぱり木材です、大事なのね。もちろん設計とか作った人のね、そういう技術もありますが、音聞いてください。あ、外全然見せてへんわ外装の状態ね、あります。傷がポツポツとね、ポツポツぐらいですけど、そんなにはなさそう。結構綺麗ですね、これね。結構、あ、ここある、ここここね、ちょっと映しておきますね。今現在ね、まあもちろん修復する予定で値段をつけますが、音を聞いてください。結構ね、ようなるんですよ。まず Fすごいでしょ。ドーン。これ鍵盤スティックね、これね、これ直しますからね、はい、こういう状態もちゃんと映すというね、嘘偽りなくちゃんと直しますからね、はい、ラーの奏の音ね、調律は狂ってます。気持ち悪い調律と思うかもしれませんが、音色を聞いてください。この伸びる音、まだ弾いてもらった。おー、この重点音すごいな。はい、調律をしてから取り直しますが、調律を待ってると売れてしまうかもしれません、まあ、それはもう皆さんお任せしますのでね、中古は1台限りですから、まあ、気になったらとりあえず商談で教えてください、あの抑えてください。あ、向こうにね、あの入ったばっかりのシュベスター、これはもうね、売れてしまってます。シュベスターうち大好きで、結構まみに入れてますが、なかなかしばらく入ってこなくて、やっと今回まとめて1,2,3 と入ってきました。はい、今2台ありますね。ご希望の方、早く見つけてくださいね。よろしくお願いします。シュベスターのナンバー51のご紹介でした。それでは、さよなら。